超火力特殊エース、ハルモン・チリキです。本日はですね、イーユイを使っていきたいと思います。このポケモン、レギュレーション F でかなり結果を残していて、使用率でもレギュレーション F 最初のシーズンでは、もちろんね、新ポケモンがたくさん使われていたっていうこともあるんですが、17位だったんですけど、まあ、現在ね、シーズン16では11位まで上昇しているということで、で、今回はね、このイーユイの中でも特に火力の高いメガネ型で使ってきたので、その強さを何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へ、どうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、キラフロル、アシレーヌ、ドウ、巨人オン、海流、アーマーガート。これはイーユイの通りかなり良さそうですね。どうしようかな、誰から入ろうかな。相手の海流だけどうするかな。エルフーンから入るかイーユイから入るからな。一旦イーユイでいいか。ハチマキ、海流がハチマキの時だけめんどくさいんだけど、さすがにノマテラのやつっぽい気がするから、まあ、割とエルフーンで見れると思うんで、ここはこれでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、巨人オン。オッケー、これはめちゃくちゃいい対面。ちょっと破壊しに行きましょうか。ちょっと、このイーユイのね、メガネ悪の波動、メガネ悪テラス悪の波動でガチ破壊させていただきましょう。多分相手テラス切らずに塩漬けとかだと思うんで、ここはね、巨人オンをイーユイでガチ破壊して、まあ、裏のね、エルフママンのこれも、裏のエルフママンの通りもこれで良くなると。やや神おじさんではありましたが、失礼しました。ここは相手は守るから入ってくる。なるほどね。一旦こっちの技見れるっていうね。まあ、悪払ったら、まあ、裏のポケモンで受けようって感じなんでしょうか。まあ、それかここフェアリーテラス切ってくるからな。まあ、フェアリーテラス切ってくれたら切ってくれたで。まあ、一旦なんか適当に誰かに引いて、でもう一回今度は放射に打ち直せるんで、それはそれで悪くない。フェアテラ、いやでもフェアテラの場合大体ね、巨人オンって HB だから、あんま HD のフェアテラっていないんで、基本的にこの悪の波動は通ると思うんだよな。HD の場合大体毒テラスが多いから、基本この悪の波動浮かんないはず。フェアテラはね、大体なん悪ラオス意識とかでフェアテラなんで、相手は引いてくる、まあ、どうかアシレーヌかな。あ、オッケーオッケー。どうじゃ受けれんだろう。ガチ破壊させていただきたい。さあ、ここはアクテラス悪の波動をお盆だとワンチャン受けられるかもな。うわっ強すぎない？ちょっとあなたちょっと強すぎませんか？怖い味方でよかったこいつが味方でよかった、マジでさあ、いい湯入れ、どうガチ破壊。さあ、相手の裏から来るのはアーマーガー。マガーか。プレッシャー。まあ、でも一旦エルフーンでいいかな、ここ。まあ、ボディープレス、テラスプラスボディープレスのケアが効かないのと。まあ、ここ、まあ、普通に一発耐えて、打ってくる技って多分大体ボディープレスかトンボ返りだから、エルフーンで損がないはず。アイアンヘッドマジか。あ、まあ、でも、あんま入んないね。アイヘマジかではあるけど、ここは一旦じゃあマンボウでいいかな。一旦マンボウ出して。で、マンボウで、クイタンで結構勝てるんじゃないかな。挑発構わない。どうだろう、これちょっとでも、アマガも S 落とされてたらめんどくさいな。まあ、クイタンでいいか。上取ってたらもう一回エルフン出しとかでもいいしな。エルフン雑に切って。あ、オッケーオッケー。よし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 。ちゃんと下を取っているの偉くて。ここはクイックターンからイーユイ出していきましょう。なんか雰囲気、アイヘあるんだったらボディプの技スペなさそうだから、多分アイヘ挑発、羽休め、トンボ狩りなさと思うんで、ここはもうイーユイの悪の波動で押していきましょう。ここ多分相手巨人音とかもう一回出して受けに来る感じかなと思うんですけど、まあ、これはもうね、これはもう勝ってますね、多分ね。わかんないけど。ここは悪の波動で。あ、ここで相手テラス切ってくる。あー、ドラゴンテラスかな、相手。多分そうですね。これ炎技受けに来たテラスっぽい気がするんですが、あ、ノーマルなんだ。珍しいな、ノマテラ。誰意識なんだろう。あ、幅神か。そう、神だな。神のシャドウボとか意識っぽいですね。サーフ号とかね。さあ、ここは悪の波動を。強っ。強っ。強すぎる。強すぎる、この金魚。いや、気持ちよすぎるな、マジで。超火力でガチ破壊ね。さあ、裏から来るのは巨人オン。ただこれはもう勝っているでしょう。HD でも多分関係ないな。悪ハレンダで。悪の波動を。うい。ガチ破壊ナイス。いい強すぎゲーミングと。素晴らしいね。はい、対戦ありがとうございました。いい最強すぎ。チャンネル登録、高評価よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、ブリジュラス、海竜、ウーラオス、ランドロス、アシレーヌ、サーフゴート。これめちゃくちゃイーユイ取ってない？イーユイしょって、で、裏エルフママンとかでいいんじゃないかな。
ちょっと相手の海竜だけ勝利気をつけたいかな。そうだ、ちょっと海竜型読めないのがマジで強すぎる。当たり前なんだけど、ちょっとね、ハチマキ飛行テラマだけやばいんだけど、まあランドと組んでるし、あんまり飛行かぶりだからあんまない気がするんだけどな。どうだろう、それか、まあ、ブリジラス連れてくか、ブリジラス先発で、まあ、裏エルフイーユイとかにするかなんだけど、そうすると相手のちょっと足入れのがめんどくさいし、うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発アシレーヌ、オッケー、ここはちょっと直帰とかの直帰とかの可能性もあるんで、一旦ママンボに引きましょう。これしかもね、これ強いのがママンボを出して、仮に相手がね瞑想型だったとしたら、クイタンからエルフーン展開で一回アンコールで縛れるんで、そんなに問題はないはず。さあ、ママンボ、相手はムーンフォース、さすがにこの対面はムーンフォースしか打てねえしな。強くね、こんな入る。あ、まあでもこんなもんか。こう考えるよ、マンボウじゃねえ、アシレーヌもアシレーヌ強えな。まあここ一旦クイタンかな。ミラーコートでもいいけどね。まあ一旦ミラコースか。クイックターン、いい技を持ち、直帰ですね。いやー、そうか、まあしょうがないな。直帰か、どうしよっかな。まあ最悪ママンにドクテラスまだ切ってもいいから。じゃ、ここでもクイタン乗せなかったの弱かったな。あ、マンボウ、まあマンボウじゃない、さあゴー。ここ一旦いい出します。ここ直バックで、あ、釣ってくる。アシレーヌかな？オッケーオッケー。まあ、それは構わんな。はい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 。ここはね、再生力発動するんで、また回復できるから。よしよし、これでディスアド取り戻せましたね。普通にただの所定対面に戻っただけだ、これで。どうしよっかな。まあ、直帰だと思うんで、ここは素直にもう一回マンボウ引いていきましょうか。いや、どうしますかね。まあ、ちょっとこっちもクイターン打ってって、まあ、盤面動かしますか。相手はムーンフォース。ここちょっとね、ミラコでもいいけどな、ここ。いいか、クイタン打つか。オッケーオッケー。よし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 。さすがにね。まあ、じゃあ、ここはクイックターンから裏展開すれば、基本的にこっちが有利盤面作れるんじゃないかな。さあ、相手の裏から来るのはサーフ号。まだサーフなんだ。さあ、全然いいですね。さあ、ここはクイックターン。あ、5つ目か。それちょっと嫌っすね。ただ、5つ目サーフだったら、一旦 EU 出しでいいかな。そうだね。一旦 EU でよくて。これ多分電磁波のやつなんで、ここもアクテラス悪の波動でサーフをしばきます。ここはアクテラス悪の波動で。だいたいこのタイプの、あ、奥行き引いてくる。アシレーヌ受かるんかな、アクテラ悪波。まあでも、受かったとしても、まあここでアシレーヌに負荷かけていけば、まあそのうち勝てると思うんで、ここは悪くない動きできてるんじゃないでしょうか。さあ、ここはイーユイにアクテラス切っていきましょう。さあ、アクテラス。まあ、どうだろう。4割くらいかな。さすがに受かる気もするからな。さあ、ここは悪の波動。あ、よいしょ。うい。あー、オッケーオッケー。だいたいダメ感合ってた合ってた。じゃあ、ここはマンボウもう一回出していきます。さあ、ここはマンボウ交代。ちょっとムーフォーが一貫してるにはなんですけどね。さあ、マンボウを出して。相手はムーンフォース。強えな。ここ一旦ミラーコート打ちます。まあ、そのままアシレーヌで殴ってくるパターンが、あ、オッケーないか。まあ、しょうがない。で、もう一回サーフ号出してくる感じかな。まあ、最悪こっちエルフーンでもある程度は悪くないから。はいはいはい、サーフ号。まあ、ここはしょうがなくて。ここ相手さ、電磁波だよな、多分。こっち一旦エルフーン出すか。エルフーン出して、で、マンボウ出して、を繰り返して、ちょっと、エルフじゃない、マンボウの体力管理します、ここ。OK、電磁波読めている。そうだね。まあ、エルフーンは、ちょっとまあね、電磁波の麻痺バグだけめんどくさいんですけど、結局、いたずら心で上から行動できるから、ここに関してはそんな問題、S2 に関してはそんな問題ないんで、この動きでいいはず。ここはまあマンボウ。これで回復、OK、OK。いい体力管理ができてるんじゃないでしょうか。ここはクイタン打っていきます。さあ、電磁波。で、クイタンで、で、まあ、いい油出してでいいんじゃないかな。動いてほしいな。オッケー、ライン。よし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 。で、これでもう一回有利対面作れたから、で、今度はもうアシレーヌが受け出しが効かないんで、いいのではないでしょうか。ここはいい油で。さあ、いい油投げて、で、サーフ号を突破できたら、
まあ、今度アシレーヌ対面でミラーコートも出ると思うんで結構いいはず。こんだけ削り入ってたら絶対浮かんないから。あ、お、え、引いてくる、引き先ある、ウーラオスとか、アシレーヌ、オッケーオッケー、よし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 、それは受かってなくて、さすがにいけるっしょ。さあ、アクテラ悪の波動を、メガネの馬力を見せてほしい。うい。あ、オッケーオッケー。次突破できますね。サーフを大事にしてくれたのちょっとありがたいな。これはイーユイでガチ破壊させていただきましょう。そうだね、ちょっとイーユイにね、デンジャー波が入んないようにだけ注意していきたい。相手はアクアジェットで切ってくる。それは構わなくて。じゃあ、ここは悪の波動で、しっかりと相手のアシレーヌ突破ナイス。よし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 。いや、マジで浮かんねえよな、このポケモン。直帰かつ半減でもね、2回しか耐えないっていうのマジで強すぎる。さすがの火力。さあ、相手の裏から来るのはブリジュラス。なるほど。ブリか。頑丈なんかな、さすがに。裏サーフだから。ここで考えられる方って、フェアリーテラスを切られるか、頑丈で耐えてくるタイプのやつで、ここエルフン出しが成立してると思うんだよな。ここ鋼技基本打ってこないと思うから、絶対ワンパンしたいから流星群打ってくると思うんだよな。じゃあエルフーン出します。じゃあエルフーンがあと、レンジ波。あ、オッケーオッケー、持久力の方か。じゃあ勝ってるかな、さすがに。持久力の方だったら、一旦ムンホでいいかな。相手は引っ込める。まあ、気持ちはわかる。まあ、マンボウ出してでいいかな。サーフゴー。Cダウン、あー動けないか。まあまあまあ、ムンホCダウン引けたらラッキーぐらいだったけど。ここは、このままマンボウ出してでいいかな。うん。イーユイに麻痺さえ入れられなかったら基本勝てるゲームだと思ってるんで、ここはちょっと慎重に行きます。相手はデンジャーオッケー。ここはイーユイ交代読みですね。ここデンジャー絶対打たないからイーユイ出しギリギリありだけどな。まあ、安全に行くならクイックターン。まあ、クイターンでもいいか。クイターン行こうか。あ、オッケー、相手引っ込める。相手はブリジュラス。てか、ブリジュラス、持久力で、持久力で EU に対して居座ってくるのなかなか、なかなか男気に溢れてますが。持久力発動。さらにここで再生力でマンボウの HP 回復していく。まあ、アクハでいっかな、さすがに。さっきのターンテラス切ってこなかったなら、フェアリーテラスさすがに切っていいと思うから、相手がデンジャー打ってきてる以上、EU 居座りの読みで行動してることは間違いないんで。うん。そうだね、ここは悪の波動でいきます。相手は耐えると思ってるんかもな、もしかしたら。さすがに耐えないでしょ。ういあい、ガチ破壊ナイスすぎー。いいよ、強すぎか。さあ、相手のラストはサーフ号ですが、まあ、さすがに落としきれるでしょ、この HP のサーフ号。アクハ連打でいきます。多分相手水テラスとかだと思うんすけど、さあ、相手はテラスを切ってくる。まあ、ここ袖からフェアリーテラス出されない限りは大丈夫なはず。まあ、そうね、フェアリーテラス、あ、OK、そうだよ、水テラスだよね。まあ、仮にフェアリーテラスだったとしても、まあ、デンジャー入れられても、まあ、一応、たたり目は半減なんで、どっちにしろ勝てたんじゃないかな。さあ、ここは悪の波動を。あ、よいしょ。OK、いい湯で突破しきって勝ちと。いや、マジ、超火力気持ちよすぎる、このポケモン。いや、よかったね。このイーユイをママンエルフのね、アシストしつつ、しっかりね、一貫通すことができましたね。素晴らしい。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このイーユイの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱりこのイーユイ現環境ね、ブリジュラスの増加傾向。まあ、かつね、人類がレギュレーション E 以前よりね、ちょっと減ってるっていうことで、この二つどちらもね、イーユイにとってかなり追い風だなと感じました。まあ、特にね、相手のブリジュラスに対して、まあ、頑丈型だったらね、ミラーコートで相手の特殊ポケモン切り返す動きができるんですけど、まあ、イーユイはね、悪タイプっていうことで相手のね、ミラーコートが効かないとこもあって、まあ、特にね、この相手のブリジュラスに対して強い特殊アタッカーかなと思います。まあ、結構ねこのブリジュラス相手のね型次第で結構処理ルートが変わってきちゃうんですけど、イーユイだとね相手のブリジュラスがどんな型であっても結構ね比較的安定して処理できるのがね現環境で強い理由の一つかなと思います。いや本当にねこのイーユイめちゃくちゃ強かったので、ぜひね使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、基本的にはね、イーユイプラスママンエルフの3枚が基本になるかなと思います。まあ、この並び、昨シーズン結果を残した方のね、並びを参考にさせていただいてるんですけど、ママンボでイーユイのね、有利タイムを作ってあげたり、まあ、追い風でね、相手の高速アタッカーの上からイーユイを動かしてあげたりと、まあ、結構ね、このママンエルフでイーユイをアシストしつつ、まあ、しっかりね、イーユイを通していくっていう構築になっています。本当にね、イーユイの超火力、めちゃくちゃ現環境に通っていて強かったので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下部でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントまたね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、昨シーズン最終3桁以上達成した方の中で動画で構築を紹介してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひね Twitter の DM もしくは YouTube のコメント欄にて構築記事の方を送ってきていただけたらなと思います。またね、終盤のランクマッチですとか公開
開収録の方メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。